オンギフト。これ短冊？短冊か。短冊。短冊。詰めてますって書いとこ。ごめん、完了したらなんか同じタイミングで通知が来て押して飛んじゃった、そっちに。間違えた間違えた同じタイミングで通知が来ちゃってそっちに飛んじゃったわ。短冊、なんか短冊ひらがな表記だったからひらがなにした。アイテムのやつがひらがな表記だった。なんか書いて、短冊ひらがなで書いてあった。あ、遠くはだけど全、あ、分かれてんだ。待って、全然分かってなかった。待って、もう一回見よう、ちゃんと。期間しか見てなかった。ここ死に願い。あ、本当だ。やべ、明日までじゃん、明日まで。いや、別れてて、リセットされるってことか。こと？え、違う？ああ、リセットされるって。それは違う。あ、うん。リセットされるってことか。でもこれあれだね。このポイント達成のやつ分かれてたんだ。なんかさ、こう。ゴール1ゴール2みたいな感じでさなってるのかと思ったけど、そういうことね。ちゃんと見てなかったわ。前半のやつが3でってことね。でなんか1日だけあるやつがドリンクのやつで、後半のやつがなんかうなぎかお肉かね。え、うなぎ食べたいね。いいね。食べてないよ最近全然。そういうことか。じゃあリセットされるわこれ。もう体育館行っときゃよかったね明日で終わっちゃう前半長いじゃんとか思ってたら違ったわ。書いてたわちゃんと。そういうことか。どの景品が一番下。どの景品。迷うゼリーも好きなのよ。ゼリー、ゼリー大好き。ゼリーも大好きだし、ドリンクセットも普通に嬉しいし。でもこの高級うなぎか和牛セットなのね。どっちかな。でもこれは絶対にうなぎでしょこれは絶対にうなぎだよ。うなぎ食べたいもん。だけど、どれかな一番。でも食べる機会が少ないからうなぎかな。そんなしょっちゅう食べれるわけじゃないから。でもゼリーも好きなの。ゼリーめちゃくちゃ好き。そんなしょっちゅう食べるわけではないけどね美味しいよねゼリー。
今日3日分ぐらい、今日3日分ぐらい絶対寝た。ここ最近の3日間の昨日までの睡眠時間より頭圧倒的に寝てる。今日は絶対そうだと思うめちゃくちゃ寝た。意味わかんないから寝た。ほぼほぼ寝てた。今日給食にうなぎ出たことない気がする。あんま覚えてないけど、本当に何もしてない。本当に起きてなんかちょっとお腹空いたかなんかちょっと食べて、でなんかどうしよっかなーみたいな思って、なんかアニメ見よっかなーと思って、久しぶりにアニメちょっと見て、進撃の巨人を3話かなぐらい見て、なんかちょっともういいやと思って、今日もういいやと思って、一旦もういいやと思ってでなんかダラダラしてたら、なんか眠いなーと思って、まだで寝て、で、そう起きてみたいな、お風呂入ってみたいな、意味わかんないぐらいだ。ヨガちゃんアニメ好き派だと思ってた。ああこれ選ぶやつ、どっちかだったら、うなぎかお肉だったら。でもお肉はでも意外とさ、こういうさショールームのイベントのやつでさ見るじゃん。うなぎ初めて見たんだよね。あんま見ないからさ、わかんないけど、もしかしたらまたあるかもしれないじゃん。お肉はこういうやつで初めてあるから、うなぎ、うなぎ、初めてだよね多分。これあるの、こういうショールームのやつで。うなぎさばける、うなぎさばけない、え、そのうなぎ丸々一匹みたいなんじゃないでしょ。え、それだったら困るんだけどびっくりするな、そしたらやば。え、多分違うでしょ、普通に温めてすぐ食べれるやつでしょ、多分だけど。え、そんなことある、一匹ですみたいな投げてあれなんだよ、あのさ温めて食べるけど、みんな知ってるやつなのかな、これ。私のお母さんが、おばあちゃんが、あの温めるときレンジでチンして、ちょっとお酒かけて、料理酒かけてやってあげるとふわふわになる。これあれなのかな、普通に一般常識なのかな、わかんないけど。私の家は定期的に食べてるうなぎ、うなぎのタレがめちゃくちゃ好きで家にタレが大体あって、まあ、ない時もあるけど、うなぎなくてもうなぎのタレだけご飯にかけて食べたりとか、美味しい。わかんない、そのお酒かけて温めるの一般常識かわかんないんだけど普通に知られてるやつかもわかんないけど、うなぎのタレ美味しいよね。わかるわ。
に使う。ラムダ、ラムダ多分ね、多分風味が結構変わっちゃう。風味が洋酒だからな。普通に料理酒。何もたれ美味しいよね。そう、なんかうなぎ食べたけど、お店で食べるのほとんどない。家で食べることが多くて、持って帰ってきてみたいな。買って、で、そう、家で食べることが多いから、お店食べるのめったにないかも。時々、でも家でもそんな食べないけどね。そんなしょっちゅうじゃないけど、本当に時々だけど。土曜日、あ、牛の日。でも牛の日意外と食べないんだよな、牛の日は。違う日に食べたりとか。私の日はね、ちょっと食べないかも。まあ確かに食べる日なんだけど、ちょっといろいろあって、結構違う。どうなんだろう、そんなしょっちゅうは食べないけど、時々くらいだけど。美味しいよね、うなぎ。お客さんが来た時、どういうこと？お客さんが来た、じゃあ年越しにそば。いや、年越しにそばは食べる。年越し、うん、食べる。うなぎはちょっと別なんで、ちょっといろいろ。なんかそういうさ、なんか年越しの時に食べるそばとかさ、あ、そう、クリスマスにケーキとかも食べ、クリスマスにケーキは食べないかも。あんまクリスマスケーキっていうより、ケーキは、あ、でも食べるかな、あんま覚えてないな。ケーキない時もある。なんかピザ買ったりとか、名前か、そんな食べないよ、ピザも。そういう大きいイベント終わったの時とか。そういうのはするけど、牛の日はそこまで。で、別の日に食べたりとか。いろいろあってね、私の私の家だけですけど。逆らうっていうよりね、違うんです。違う理由があって、クリスマスそんなにケーキ食べない。うん、どうだろう。その時によるんだけど、食べたり食べなかったり。でもな、ピザとかそういうさ、ピザかな、ピザ頼んでる気がするわ、クリスマス。いつもかな、あんま覚えてないけど、その時のみんなが食べたいものを買ってきてみたいな感じ。シャミリも飲んだり飲まなかった。結構その時によってバラバラ。なんかクリスマス毎年みんなが食べたいものを
こう何食べたいってなってお寿司ってなったらお寿司買いに行ったりとか、そんな感じ。なんかクリスマスは絶対にチキン食べてケーキ食べてっていうのはない。みんなが食べたいものをこう何がいいってなってこれがいいみたいになって買いに行ってみたいな。ケーキ食べてたっけな、もう覚えてないな。そんな感じ。そうなんか食べたいもの食べるみたいな、別に決まってない。ピザが多いかも。クリスマスピザ買いに行ってみたいな。おーやばい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 、もうこれめっちゃ壊れてんだよな最近。あ見てこれ、もうまあ止まるからまだいいんだけどさ、ちょっと一旦外さないといけない。ここ最悪、手かけたら倒しちゃった。そのままどこだっけ、忘れるとこ。ね、前なんか前より壊れた、前言った時はなんか前ね、その言った日の壊れてんだよねみたいな言った日に机の上に置いて扇風機つけてたら、なんでか何したんだっけな、なんか落としちゃって、そっからね、まあまあ高さがある机だったから普通に壊れた。それでまあ使えるから、あれつけちゃった、使えるから別にいいんだけど。これね、一回外さないといけないけど外れない。今年何台目、これこれまだ1台しか買って、このこのなんていうのハンディファンは持ってないよ。1個しか買ったこともない。いけたいけた。でピン、止まったかな。オッケー、外れなくなった。ね、大丈夫、使えるもん。いやさすがにここが全部ポロって取れちゃったら買い替えるけど、普通に止まるんだよね。まだここが取れちゃったらさすがに買い替えるわ。どこのがいいんだろうね、なんでよ、わかんない。充電式のやつがよくってさ、電池とかのやつもあるけど充電がよくって、台ついてるのもいい。そう、これフラフラので買ったやつなんだけど、どこのがわかんない。その時はフラフラのが有名だったから、ここで買ったんだけど、黒ついてる、ついてるけど熱い。どこの上かも知らない。なんかこう買った時めっちゃ前なんだよね、いつだろうかな、2年ぐらい前かな、買ったの覚えてないんだけど。そう、それその時はそのなんかフランフランのみんな持ってるイメージだったから、よく見たからここで買ったけど、夢イベントでみんな使って、昨日使ってなかった。
のチョコとなぜかファンがついてる。なんで。すごいね、でも嘘でしそう。ゲーミングチェアにファンがついて、あんま見たことないな。ミングちゃんなんか買わなきゃな、買いたいんだけど、てか椅子を買いたいんだけど買ってない、まだ買わなきゃいけないな。そう、最近もずっと見てるゲーム配信、ラスト見てる人いるのかな。私のファンの方じゃあんまりなさそう。あ、ラストの釣り場、釣り堀めっちゃ面白い。あ、釣り堀、あれかな、え、違うかな、私が見たやつ河川さんのやつかな、それだったら知ってる。ずっと見てて、なんか前回のやつはずっとダルマイズゴッドさんのやつを見てて、そうで今回のやつはこのラストのゲームで知ったんだけど、スタンミジャパンさんっていう人も見てて、で最初その方のラストの切り抜きなんかね、ギャンブル場でそのギャンブル、そのスクラップっていうのがお金で、ラスト前のなんか なんて言ったらいいんだろう、その方の切り抜きをとにかく見てツイッターで流れてきて、そのラスト知らなくて全然、そのゲームそれを見てラスト知ったんだけど、ストレスとサバの、そうでダルマイズゴッドさんの切り抜き見て、ダルマイズゴッドさんのラストの配信ずっと見てたんだけど、今回のやつはそうずっとスタミジャパンさんのやつ見てて、最初から一番最初の拠点を作るところから見てて、全部見てるわけじゃないんだけど見れるやつは見てて、え、なんかね、見てる人しか絶対わかんないけど、見てる人いるのかな、わかんない、通じないかも。昨日の配信がめちゃくちゃ良くて、それに出てくるね、トロロちゃん、猫麦トロロさんっていう VTuber の方がめちゃくちゃ可愛くって、そう同じチーム組んでて、そのスタミさんとスタミジャパンさんと、そうめちゃくちゃ面白い。昨日のやつがそう最初から見てたら本当にすごかった。でもね、絶対言ってないと思う。なんか一番最初拠点作って、でそこでやってたら違うチームの人に、そう拠点、そうレイドされて拠点をね取られちゃったので、拠点取られちゃって、で新しい拠点を作ってね、その拠点を取られたからレイドされて、その方ともう一回レイドして拠点取った人とレイドしてみたいな、そのための大きい拠点を作ってて、でもその拠点取った人と充電がなくなってた。そうなんだっけ、そうレイドしてきた側の人が辞めちゃってラスト、そう辞めちゃって、そのゲーム自体を
で、そのちょっとはレイドができなくて、で違うところ違うなんかね、昨日レイドしてたんだよね。どこのチームだったっけな。そうなんでそのレイドすることになったかあんま分かんないんだけど、多分そう両方とも大きい拠点を作ってて、その向こうの大きい拠点にそのスタミジャパンさん側のチームとどっかのチームがこう一緒に攻め込んでて、そうでも結局負けちゃったんだけど、めちゃくちゃよくてでね、最後の最後にね、でそのトロロちゃんっていう子が、猫麦トロロちゃんっていう子がその一番最初に作ったこの奪われちゃった拠点が、そう本当に説明下手くそなんだけど、あやばい55分だ、ちょっと待って、拠点が、拠点ってあのなんかね、そのなんかいろいろ物資とかを維持するために物資が必要なんだけど、そのなかったら風化していっちゃうの、どんどん風化していってたんだけど、一番最初の拠点が、でもそのトロルちゃんが維持してくれてて、その拠点を、そうでちょっとこれ見てみたいな、っていうのがすごかったんだけど、私が説明下手くそすぎて多分伝わんないこういうね説明下手くそなんだよね。ちょ見てみたら分かると思う、でも長いんだよねじゃとりあえず13位からランキング見ます。伝わんないよね13位マサウネさん、ありがとうございます。12位ショートさん、ありがとうございます。11位トワさん、ありがとうございます。10位 WY やとマーク影の守護神さん、ありがとうございます。9位としのりさん、ありがとうございます。8位香港の春マートマーク京かわいさん、ありがとうございます。7位ラスカールアットマークタムタムさん、ありがとうございます。6位シンさん、ありがとうございます。5位トシベビースターマンさん、ありがとうございます。4位ブースさん、ありがとうございます。3位ウドさん、ありがとうございます。2位グランツさん、ありがとうございます。そして1位が博多バリカタマンアットマーク強化軍団さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。みんな探索もありがとうございますありがとう。明日の配信も多分今日と同じぐらいにすると思います。多分ね、見たことある、本当に私の説明が下手くそだから切り抜き見た方が早いかもしれない、長いからさ普通の配信見ちゃうと。で最初から見ないとしかも分かんないから、一番最初の拠点のとこセットビジットの回見た、えそれ知ってるんだよね本当、あのいつだっけな、で昨日のレイドにも参加してたよね、え、おとといの配信でスタミさんの配信を見てたら、本当に毎日見ててスタミさんの配信を、さあ出てきて声真似する方のやつがめちゃくちゃ面白かった、絡みが。でなんか充電できてないんだけど、なんでだ、え、ちょっと分かんない、まあいいや、なんだっけ、なんだっけな、そう昨日そう少しお昼にそう時間とかなんか始めようかなと思って、その方のやつ見てた。でも充電さしてんだけどさ、充電なんかできてないんだけど分かんないけど、そうちょっとだけ寝た、なんだっけ名前、ファンタさんだっけ、違ったっけそんな感じの名前だよね、その方のやつを見てた。そうめっちゃ面白かった、一昨日の配信スタミさんの配信出てきたその方たち、めっちゃ面白かったボイス売ってんだよね今日もこの後わかんないな、見るかもしれないけど、
一旦終わっちゃったんだよね、そのスタミさんのラストの配信が。昨日でもう物資がなくなっちゃって、昨日のレイドで。え、昨日の河川さんのやつすごかったの。え、全然見てないや。ラスト見てたけど、スタミさんも見てた。え、ほんと見てほしい、めちゃくちゃすごかった、感動的っていうか。あ、やばい、そろそろ時間。明日も多分このぐらいの時間にショールームすると思います。じゃあ、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ、また明日、おやすみ、バイバイ、ありがとうございました。